ご主人が怪しいプレイしてる。違う、何言ってんだバニラ。どうしたんですか。あ、まさかあれは目隠しプレイ。仕事中なのにそんな刺激的で変態チックなプレイを。おい。でも突然歌唱さんにそんなことされたらと思うとシナモン潤っちゃう。ちょっと何言ってんの。店まで聞こえるわよ。ラ・ソレイユへようこそ。テレビアニメ猫パラ毎週木曜好評放送中。ご主人様、今週もぜひリハタンしてみてくださいね。お任せは。